はい、2899回始めます。6月14日金曜日ですね。今日はね、本当にね、なんだこれ、話題もなんかね、あんまりなかったっていうのもあるのかな。あんまりテンションが上がらないね。なんか目もしょぼしょぼしちゃってね、もうおじいちゃんだな、私、アラフィフなのに。はい、集英社オンラインからですね、これ、美容室っていうのかな、これ、美容室が過去最多のペースで倒産が増えてるってことですね。もうあの美容室っていうとね、なんかね、あのおしゃれなイメージあるんだけども、そのまあ技術だけではもうやっていけない時代に突入してるということで、美容室のチェーン店ね、チェーン店なんかはあの労働環境の改善に取り組む、もう個人経営の店では結構厳しくなってるっていうこと書いてあります。もうとにかく美容室ね、まあ過去最多ペースで倒産っていうことです。東京商工リサーチね、TSR なんて呼ばれてますね、これ業界ではね。東京商工リサーチの調べによると、美容室の倒産件数が急増していると。2024年、今年ですね、あの1月から4月の間に美容室の倒産件数は全国で46件に達して、前年同期と比べて、48% 増ということですね。現在のペースが続くと、年間の倒産件数はこの10年間で最多だった2019年の105件を上回る可能性が高いと、ね、コロナ、ね、5類以降してから来店客数も徐々に回復してね、そうね、コロナの時はね、辛かったのかなと思うけど、コロナのね、あの5類以降ね、なんていうの、お客さんもね、なんていうの、あのやっぱり店に行かなきゃならないですから、美容室っていうのはね。それ考えると、コロナが明けてね、業績良くなってるのかなと思いきや、ね、そうでもないと、ね、コロナが明けて人の動きっていうのは活発になったんだけども、水道光熱費上がってますね。あと美容資材の価格高騰、これもあるんでしょう、おそらくね。何でもかんでも値段上がってるから、美容資材っていうと何なのかな。まあ、とにかく美容資材の価格高騰、あと人件費の上昇が収益を圧迫して倒産が増税に転じていると東京商工リサーチは分析しているっていうことですね。はい、まあ美容室だけじゃないですよ今他のね、まあ、飲食店なんかそうですよ。飲食店もどこもかしこもね、値上がり値上がりでね、ファミレスなんかも随分上がりましたね。あとマクドナルドとかそういったところ、あのファーストフード系のところも上がってるみたいだし、私はあんまり行かないから。あと回転寿司屋さんなんかも上がりましたね。あとまあこのね、美容院関連とかね、美容室関連とかね、私行ってるところも上がりましたもの、やっぱり、1割2割ぐらい上がったかな。ですんで、まあ大変だと思いますよ。でこの美容業界っていうのかな、ここちょっとね、まあ、なんていうのかな、働いたことがあるとかね、資格持ってる人、美容とか理容とかの人はよくわかると思うんだけど、学校とか行ってた人はよくわかると思うんだけど、ちょっと特殊な業界っていうかね、そんな感じはしますね。何が特殊か、ね、美容師、美容師の業界、ね、雇用形態っていうのが大きく分けて2つあると。1つは、そのサロンに所属する直接雇用、要は会社員みたいな形で、あの直接雇われとしての美容師ね、直接雇用と、あとフリーランスの業務委託っていう2つの立場があると、あの普通のね、なんかチェーン店とかで働いてる人でもそこの社員じゃなかったりするみたいですね。あの業務委託っていう形で、まあ、自営業っていう形で、あの店には入って店でやってるんだけども、実はそこの社員じゃないっていう方も結構いらっしゃるみたいで、その場合はお給料の方は、まあ、部合とか、何人こなしたかとかそういうことになるんでしょう。ね、報酬を提示してスタッフを募集する業務委託サロンでは、フリーランスの、美容師を引き寄せるために高い歩合給とか好条件を広告に載せることが多く、その結果全体的に人件費が高くなりますと。そのため高い売り上げが必要になり、
経営が厳しくなってしまうのですということ書いてあります。そうみたいです。あの美容師の業界っていうのは結構雇用が不安定、うん、あの直接雇用の場合は給料が安いけども安定してるみたいなね。フリーランスの場合は歩合給とかでね、あの高かったりするんだけども立場がね、あの委託だから、うん、あのいつ委託がなくなるかっていうのは分からないし、あのいうことですね。まあお店からするとまあまあまあフリーランスの委託の人、うん、雇うとなればちょっと給料を高く上げなきゃならないし、ね、その人らの動きっていうのも流動的だっていうことで、うん、あのまあお客さんとしてね我々があの髪切ったりね整えに行ったりする時っていうのは感じないんだけども、本当に美容室っていうのはね、うん、あの一般の小売りのところとかね、あとはちょっと違うんですよねこれね、うん、でなんか問題にもなってますよねよくね、うん、一方雇用サロンではそうした高い給料ではなく、まあ、安定した労働条件の募集が多くもらえるお金の多さに惹かれて、まあ、業務委託サロンに、うん、人材が流れてしまうことで人材不足に陥ってしまう傾向がありますということです。だから人のねあのまあ、直接雇用にするか、うん、その美容室ね直接雇用にするかフリーランスを業務委託っていう形で雇うかっていうことでも随分違ってくるし、まあどっちにしても今どっちも辛いみたい、ね、直接雇用の場合も経費が上がってて、うん、経費とかあの人件費とか、物資とかね、うん、あと水道光熱費とかそういうのが上がってて経営は大変だし、業務委託の場合は業務委託の場合で人材をの流出を止めるために高い給料を提示しなきゃ残ってもらえないというのがあるみたいで、うん、あとこの倒産がね多い理由ね、倒産が増える理由っていうのがこの美容室の業界ね、他にも大きな要因があると中島氏は分析すると。この中島氏誰だか分かんないですけど、うん、それは独立開業あと経営に関する美容師の知識不足だっていうことでね、よくあのね美容業界っていうのかな、まあ、例えば5年10年15年とか働いて、ね、雇われとして働いて、自分の店持ちたいっていうのがね、大体のパターンですよね大体。だけどもう自分の店持ちたいと夢を叶えたいと、ね、一国一城の主になりたいというのでそれが先走ってしまって、あの経営のこととかね、あと独立開業の準備とかはね、しないままに甘い見積もりのもとで独立開業してしまって、経営の、ね、知識も得る機会もないまま独立すると、うん、いうことで倒産に結びつくっていうのが多いみたいですよ、うん、なんと美容室の業界26万件を超える、まあ、鮮烈な競争状態にあるというのがこの美容業界だよと。26万件、これはコンビニどころじゃないですね。うん、コンビニとか歯医者さんとかよりも多いんじゃないですかこれ美容業界、うん、夢の実現のために自分のお店をとかねよく聞きますね。あとオープンしてから頑張ろうと、うん、で生き残れるほど甘くはないと、で夢を叶えたいとかね、オープンしてから頑張ればいいとか、それで頑張るできるほど甘い業界じゃないですよと。なんと日本全国62万件じゃん、間違った26万件かを超える、まあ、店があるということで、もう競争も激しいということでね、自分の店持ちたいということでね、まあ、簡単に独立してる人っていうのも少ないと思うんだけども、うん、倒産が増えてしまうと甘い見積もりのまま、うん、独立開業して、まあ、倒産に至るっていうのが結構あると、うん、まあ、ただね、まあ、美容とか理容の専門学校出て、うん、若い頃本当に結構10代後半とかね、20代の人なんかの、ね、美容業界の人見てると、まあ、朝は早いし、うん、夜は遅いしみたいな、で休みも取りにくいし少ないしみたいな感じでね、本当に大変な苦労されて一日も早くね、独立開業を目指してもなんなら嫌になっちゃって仕事が、うん、こんな長時間労働で発給でやってらんないってことで、まあ見切り発車的な感じでね店開業するっていうのもよくありますよね、うん、気持ちはわかるんだけど、うん、でこのままここで働き続けていいのかとね、うん、人生設計の悩みに直面して、まあ、
独立に至ってるっていうのは結構多いと、独立に踏み切るケースが多いんですと、ね、で独立を決意した相談者の皆さんが口を揃えておっしゃるのは、ね、以前働いていたお店のようにはしたくないと、うん、スタッフにはきちんとした環境を作ってあげたいっていうね、これまあこの美容業界だけじゃないですよ。以前働いてたお店に、まあ、大なり小なり 不満があってね、うん、その不満をね、うちで雇う人間には不満持たないように、うん、環境を作ってあげたいっていうのがあるんだけども、やっぱりなんだかんだ言って経営環境は厳しいと、ね、鮮烈な競争のもとにあると、ね、美容業界、ね、まあまあまあおしゃれな、ね、イメージありますからね、うん、まあ要は人気職ですよ、うん、若い人たちにとって。私なんかはあんまりね魅力感じないんだけどね、美容とか利用とか、まあ、そもそもあんまり興味ないから美容とか、私人生生まれてから美容室なんていうところは数回しか行ってないんじゃない。私なんかもうまあまあまあ床屋ですよ、床屋、うん、しかも安いところ、うん、そこばっかりですよ本当に、うん、はいはいはい、もう短くなりゃいいかなって感じだからね私は、うん、はい、まあまあそれはいいとして、やっぱりねこの業界で働く人っていうのは、うん、大変なものを聞いてると、うん、若い頃っていうのはもうでっちぼうこうじゃないけどね、朝早く出社して、まあ、練習とかもするみたいですね。で仕事終わってからも、まあ、練習とかするみたいですよ、うん、技術の向上のためにね、店閉めてからやってるみたいで、もう寝る時間もないぐらいな感じでやってて、ね、給料もそんなに高くないということで、早く自分の店持ちたいっていうことでね、借金して店開くっていうのはあるんだけども、なかなか競争が大変だと。でこのおしゃれな業界なんでね、今ね業界ではもうその集客手法もう店に足運んでもらわなきゃいけないと。でたくさんある26万件あるうちから自分の店、その店を選んで来てもらわなきゃいけないっていう時に、まあ営業の広告ね、広告とか宣伝の仕方っていうのは他の業界と違って、これまたね新しい、うん、なんていうのかな、例えば SNS を駆使したサロンのアピールしなきゃなんないとかね、あとインスタグラムとかね作って、まあ、店舗ごとではなくてね、美容師ごとにね、もうインフルエンサーに匹敵する、まあ人気美容師っていうのも続々と誕生しているようなんでね、美容師ごとにね、インスタグラムとかでどんどん集客していくっていうことで、あるみたいですよ、うん、インスタグラムの DM 機能で予約を取ったり、次回の施術は、うん、専門アプリとか、あと LINE から予約するようにしてみたりっていうことでね、うん、促したり、あと美容の検索サイト、ホットペーパービューティーの、スタイリストページに促したりと、ね、近年では集客と予約方法も多様化してきましたっていうことでね、私は予約なんか入れたことないね、紙切りにもう直接行くけどね、本当、うん、私関係ないなこの業界っていうのは本当に、うん、ただまあ本当にね、倒産件数がね、まあ、過去最高レベルに達してるってことですね。コロナが明けて良くなったんじゃないかと思いきやそうでもないということで、あと今ね、さまざまなものが、うん、値段が上がってきてるんで、やっぱりこの美容業界っていうのも、なんていうのかな、安さ勝負、うん、安いところにやっぱりね、料金が低いところにお客さんが流れてるっていう傾向があるんで、まあ、高い技術とかね、あとおしゃれな、ね、イメージとかね、うん、あとなんていうのかな、その人気のある美容師さんにでもあっても、だん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 、うん、価格競争に飲み込まれていってるっていうような形が書いてありますね。はい、ということで、うん、主営者オンラインにね、厳しい美容業界のこと書いてありましたということです。美容室が過去最多のペースで倒産増え続けてますよと、うん、もうね、技術だけではやっていけないと、うん、ね、チェーン店でも厳しいのに個人経営の店はもっと経営大変なんじゃないかと、もしくはもっとね大変になってくるんじゃないかっていうこと、集英社のオンラインで載ってましたっていうことで、はい、終わりたいと思います。
ね、厳しいですよ。まあまあまあ、どの業界も厳しいよ、今ね、うん、はい、終わります。チャンネル登録、高評価、一つお願いします。失礼します。